難しいのかなというのは正直思います。まあ、その中でどういったプレーを見せてくれるかという若い選手もいる愛媛です。まあ、今並びは綺麗に 4-4-2 に、ね、愛媛そうですね、ますけれども、はい。まあ、最初のキックオフに対してのこう対応なのか。前半スタートです。保ちながら山形の選手たちに時間を与えないというんですかね、はい。さあ柳仕掛けてきた、左足ポスト、もう一度シュートだ。折り返しだったでしょうか。まあ、ちょうど藤本起点を作りますが、すぐに山形奪いきました。さあ近藤が出てきた、近藤、近藤運んでいく、右足串で引き止めました。一つスピードで振り切りにいったカウンターでした。まあ、明らかにね、速かったです ね縦1列になりました。栗山のところ流れた、柳のボールで山形先制。中村選手、こう高いボールを選択しましたよね、はい。で、栗山選手の高さを生かして一番いいと思ったんだと思います。はい、ここも簡単にはツーラインか通せませんでした。中村狙ってきた、入りました、ゴール。鮮やかなロングシュート、中村。岡本飛び出していました。ここのパスミスですね、はい。で、まあ、しっかり見えてましたね。まあ、山形としたら最も効率のいいその追加点の取り方で、愛媛としたら本当ここも山瀬選手を、ね、入れてさらにギアを上げようかなという。失った瞬間にやっぱり逆サイドのじゃあ左サイドバックの茂木選手どこにいたかというと、はい、もっとタッチライン際にいてもう戻れない、戻るには遅いというポジションを取ってる。有田にやりきます、切り返した、タイムアップです。山形2試合ぶりの勝利。